熊本丸刈り訴訟とは、町立中学校の男子生徒と親権者である、両親が男子は丸刈りにすること、挑発禁止という内容の拘束が、基本的人権の侵害であり憲法違反だとして、中学校に対して、拘束の無効、町に対して、損害賠償を求めた訴訟。1981年4月に、熊本県玉名郡玉,玉東町にある玉東町立、 玉東中学校に入学した男子生徒が同年4月9日に校長によって制定、交付された男子生徒の髪は1センチメートル以下、長髪禁止という拘束を拒否した髪型で登校していた。それを理由にした教師からの体罰や直接指導は存在しなかったが、全校集会で校長から批判をされ、また同級生からの嫌がらせを受けるようになった。 熊本地方裁判所は1985年11月13日の判決で学校側の主張を認め、原告の中学校に対する請求を帰却、町に対する請求を却下した。以下が半死である。しかし、本件の拘束が憲法14条31条21条違反には当たらないとした上で、丸刈り拘束の合理性に関しては疑いの余地があるとした。 この判決により、教育関係者の中では、丸刈り拘束は合憲かつ合法という理解が広まった。この理解は、1996年2月22日の小野中学校丸刈り拘束訴訟で最高裁判所が、原告の丸刈り拘束無効の訴えを退けつつも、丸刈り拘束は、生徒の守るべき一般的な心得を示すにとどまり、個々の生徒に対する、 具体的な権利義務を形成するなどの法的効果を生ずるものではないと、丸刈り拘束の法的拘束力を否定しても、なお全国の自治体で浸透し続けた。実際に、本件訴訟の後、1996年に伊仙中学校で、2002年に米野岳中学校で丸刈り拘束を拒否した生徒が不利益を受けた事件が起きた。 本件訴訟の判決は、やや粗雑な論理展開で生徒の人権主張を否定した学校よりの判決であると多くの論者から批判を受けた。法学者からは主に幸福追求権を保障する憲法第13条への言及がないことを理由に批判が集中した。日本弁護士連合会では、丸刈り拘束に関して勧告を出す方針だったが、一部強い反対意見があったので、 見送られた。また、拘束に関する校長の裁量権について、文部科学省は、教育目的のために、社会通念に照らして、合理的と見られる、範囲内としているのに対し、本件訴訟や大型商業、高校バイク禁止事件拘束訴訟では、社会通念と照らし合わせて著しく、不合理でない範囲内とより広く認め、 校長の裁量権を強調したことも、生徒の人権の不当な制限を許すものだとして、多くの法学者から批判された。さらに、近年は、校則の中には人権に関わるものも多く含まれる。ためその根拠を法律に置かなければならないという主張が、主流である。ありがとうございます。